はい、皆さんこんにちは、ブラックナッシュの西崎です。今日はですね、初めてのコラボ動画という形で春樹海くんに来てもらってます。よろしくお願いします。春樹海です。まだ出会って10分ぐらいです。10分ぐらいですねで、今日のね内容が僕オンラインサロンにめちゃくちゃ興味あって。海くんやってんだよ、ね、はい、やらせてもらってます。何人ぐらいですか今？会社で550名ぐらいです。一人単価いくらぐらい？一応コースがプランによるんですけど、うん、平均は3万円です。3万円500人。儲かっとうね。いや、まあ、そのあたりをね、はい、僕自身もちょっと今はどちらかというとツイッターとか YouTube とか結構こうオープンな場での関わりっていうのがすごく多い中で言ったら、もう少しちょっとクローズドな関わりもちょっと作っていきたいなと思っているので、どういった形でねオンラインサロンってやっていたらいいのかっていうのを根掘り葉掘り聞きたいと思いますので、はい、これからオンラインサロンをやりたいという興味のある方はぜひ最後まで見てください。お願いします。はい、お願いします。なんでやろうと思ったんですか？そもそも僕、まあ、インスタグラムの方で、うん、これは13万人ぐらい出まして、はい、毎日 DM が100通ぐらい来るんですけど、まあ、大体 DM がモチベーションが上がりませんとか、はい、まあ、やりたいことが見つかりませんとか、はい、親に反対されるんですけどどうしていいですかとか、はい、これってビジネスの本質的っていうよりはちょっとマインド的な部分じゃないですか、うんうん、こういう人々に対して自分の言葉や自分のマインドが、はい、その人の背中を押せるような言葉になったり、うん、なんかまあその人が変わるきっかけを作れるようなコミュニティを作りたいなっていうのが、まあ、そもそもきっかけで始めまして、で最初は何をやったらいいんですか？オンラインサロンやろうと思ったら、まあ、オンラインサロンやる前にはまず結局のところ、うん、どんな授業もオンラインサロンに関わらずなんですけど、うん、人を集めれる力ってある程度必要だと思うんで、はいはい、まあ、僕の場合まず SNS の場合で、まあ、フォロワー数っていう自分のことをまあ認知して支持していただける方がいたからまあ成り立ってるっていうのがあるんで、じゃあまずそれありきってことですね。それはあるやと思います。何者でもないとか、はい、オンラインサロンやりますって言って多分人は集まらない。無理よね、はい、絶対ね。なんかそういう意味で僕のオンラインサロンでは SNS のマーケティングをコンテンツにしよう、うん、はい、やっぱりただインスタやってもただツイッターやってもフォロワーって増えないと思うんですよ、うん、でいかに戦略的にやるかっていう部分がすごく大事なので、うん、そういう部分からまず教えていって、うん、まあ、人を集める力をつけようというところを、まあ、一つのコンテンツにしてます。なるほど、はい、具体的な活動内容は、はい、具体的には月に全国各地方で、はい、まあ、3、4回講演会っていうのをやってるのと、はい、沖縄の方もいれば、うん、北海道の方もいれば、パリとか、はい、海外の方も、はい、言ってるんだ、ね、いるんで、やっぱ会えないんで、はい、そういう方々に対してはオンラインで、そのズームでの講演会をやってますし、うん、まあ、会員限定のそのクローズドの Facebook グループがあるんで、はい、講演会に参加できなかった方もそちらを見たら講演会の様子が確認できて、でもあと自分結構その全力で学び全力で遊ぶっていう、はい、コンテンツがあるんで、はい、その遊び方にもこだわってまして、はい、今月無人島を貸し切って、はい、で僕のオンラインサロン限定でハイランドっていう島を作る、島でバーベキューしたりマリンスポーツしたりしようみたいな、その遊びも結構、はい、見たことないような世界観を見せるのが僕の使命だと思って。なるほど。そういう遊び方にも結構こだわってます。で1年ぐらい前から始めたんですか？そうですね。で今500人、はい、どんな感じで増えてたんですか？でもまあ最初は100名から限定スタートしたんですけど、うん、入ってくれたってるメンバーがやっぱり満足していただいたのが、はいはい、SNS がたくさんしていただけるので、はい、そっからその連鎖です、うん、なんで DMM さんやキャンプファイヤーさんっていうプラットフォームは使ってなくて、はい、自分の SNS と、まあ、メンバーたちの SNS からの紹介が多くて。なるほど。決済はどうやってしてるの？決済もクレジットカードがメインで、あと銀行振り込みだったりします。3万円かける500人で、はい、毎月1500万入ってくるんですよね。そうですね、はい、で経費は？経費はサロンメンバーが自由に使っていいですよっていう、まあ、コミュニティスペースや懇親会ですね、はい、面白い企画を、まあ、先日で言ったらコロナでできなかったんですけど、まあ、大阪ドームを貸し切って野球しようぜと。あ、そんなのやってるんですか？で、まあ、野球ドームを貸し切るお金など、まあ、そういう部分に使わせていただいて。なるほど、なるほど。あとはそのメンバーが例えば、まあ、起業したいと、はい、で、まあ、自分にプレゼンしていただいた上でその授業やったら出資するよと、うん、じゃあハイサロンから出資した部分の配当はでサロンメンバーに分配しようみたいな形も今後やりたいなと思ってます。何が一番大変ですか？オンラインサロンやる上でやっぱり人数が人数になればなるほど、うん、一人一人がやっぱり見れなくなるので、はい、
満足度を高めるっていうのがやっぱり正直大変、うん、やっぱこう離脱もしていくんですか。そうです、そう離脱も多いですやっぱり。どんなもんなんですか、継続率で言ったら。何ヶ月ぐらいが減る、やっぱり3ヶ月未満に辞める方が多いんですよ、はい、それはやっぱりこう入ったもののもうすでに派閥ができてるのに、うん、入ったもののどう動いたらいいか分からないっていう部分で、はい、馴染めず退会される方が多いので、うん、まあ、そういう方に向けて新人歓迎会みたいな、はい、入会3ヶ月未満の人限定のイベントとかもやってたりはしてるんですけど、ただまあ今そのオンラインサロン自体が僕のオンラインサロンっていうのもあるんですけど、はい、サロンメンバー全体でサロンを盛り上げていこうっていう形で全国にその支部みたいなのがあるんですけど、なんでその本来ってそのお金をもらって働くっていう形なんですけど、はい、まあ、今の時代ってこう、まあ、お金を払って働く、うん、そういう経験ができるってだけでもやっぱり貴重な経験やと思うんですけど、 なるほど。なんでそのじゃあ関東関西東北などいろんな地方別のコミュニティで、まあ、代表がいまして、なるほど、あとまあ起業したい人が集まる企業コミュニティや、アパレルがしたい人が集まるアパレルコミュニティや、そういう各コミュニティの代表を僕やりたいですとか、はい、まとめてやりたいですっていうおのおのがこうサロンを盛り上げるために活動していってくれてるんで、なるほど、すごくいい循環が今生まれてます。それはもうあれですか、支部の中で、はい、リーダーやりたい代表やりたいみたいな人が勝手に出てくれて、はい、そうですそうですそうです、まださらに小さなコミュニティが出来上がってみたいな。そうですそうですそうです、はい、でもそのためには当然その人たちがそこが楽しいって思わせるコンテンツを常に配信し続けなきゃいけないですよね、はい、僕っていう人間性自体が飽きられたら多分会社は終わります、はい、なので自分は常に新しい挑戦をしていって、うん、あ、カエ君面白いな、カエさんみたいな生き方したいなっていうのを思ってもらわないと僕っていうものの価値はなくなってしまうので、なるほど、そこは意識してます。なるほどですね、はい、じゃあこう結構エンタメ要素が強いんですか。あ、エンタメも多いですね。オンラインサロンの位置づけとしたら、はい、もっと楽しくとかワクワクみたいなのを求めて、楽しさ、ワクワク、学び、成長、あとは仮に3万円で生涯過ごせる仲間が出会える、自分自身も会社のを通して、いやこいつ多分ずっと一緒にいるなって仲間をやっぱ実際できまして、はい、やっぱりそういう出会いの場でもあるっていう、なるほどね、メリットもありますね。なるほど、やっぱりお金を払って僕たちのコミュニティに入る時点で、うん、僕の生き方や価値観に共感してる人の集まりで、まあかっこいい人しか来ないですよ、ね、いやいやそうだ、はい、どうせお金を使うんだったらサロンメンバーに使おう、サロンメンバーの挑戦には応援しようっていう姿勢なんで、はい、サロンメンバーが起業するってなったら、うん、みんなで口もします、はい、集客もします。フォロワー1万人の人が1人 SNS で拡散するより、フォロワー100人の人が100人拡散する1万人の方がリアルに強いと思いますよ、うん、そういった部分をサロンメンバー同士で、じゃあ誰々が頑張るから応援しようぜって流れができてるんで、入会されてる方も生産性はいいと思います。なるほどね、はい、これからどうしていくんですか、もっと大きくしていくんですか。そうなんですよね、1000人規模にはとりあえずしたくて、はい、会サロンっていう中で経済圏をもっと作りたくて、はい、まあ、実際もういろんな職業種の方々がいるんで、うん、なんかあるんやったらもう今サロンメンバーで頼もうみたいな、うんうん、内装を入れるんやったらサロンメンバーで内装屋さんいますか、はい、まあ、そこでお金が循環していったらすごくいい流れだと思います。なるほどね、そういった部分で経済圏を作りたいっていうのがビジョンではあるんです。なるほど、本業もやってるんですよね。本業やってます。本業やってるんですね、はい、本業ちょっと美容クリニックをプロデュースさせていただいて、はい、まあ、一応今 Twitter、YouTuber 持ってるんで、はい、まあ、告知する武器は持ってると。はいはい、あ、自分自身がね、はい、自分自身が、はい、じゃあその次にやるのはどんなことをやるか起きないですね。そうですね、まずは西崎さんのファンに向けて、はい、会えるだけではなくて嬉しかったんですが、話を聞けるっていうのが嬉しかったんですが、絶対飽きてくるんですよ、うん、常に飽きないような新しいコンテンツをかけていくことが、まあ、反映していく秘訣なのかなと思います、まあ、定期的なやつもいるってことですよね。そうですね、やっぱり会うと会わないって結構違うと思うんで、うん、まあ、ズーム会議で毎回顔を合わせて人と実際会った時には結構喜びって、はい、もうやっと会えたねみたいなのあるんで、うん、そういうのは大事なような気がします。なるほど、最初はなんかこう人数制限してとかいいとこあるんですか。正直、まあ、僕のオンラインサロンって安くはないと思うんですよね、はい、本気で学びたい、本気で何か変わりたいっていう人だけは集めたいっていう部分があったんで、最初はまあ少数に絞りましたけど、やっぱりまあ舵取りが西崎さんできると思うんで、いやー自信ないね全然、いやーやるかすぐやるかですね、はい、でまあ経験ですよね。そうだよね、はい、でもまだこれからの時代どんどんオンラインサロンっていう業態は大きくなっていくと思うので、うん、僕自身も今回の本の出版の際もすごくサロンメンバーに助けていただいた部分が強くて、つい最近本を、ああそうなんですよ、出されたそうなんで、はい、ぜひ皆さんこちらです、はい、タイトルが、はい、ん、職業、はい、ハルキさん、はい、僕職業何なんですかって僕言われるんですけど、はい、僕の職業って、まあ、僕自身は何か生き方を知ってるんで、はい、こういう本を出させていただきます。ぜひぜひ皆さん見てください、はい、そっかオンラインサロンね、
面倒くさがりやけんね、俺めちゃくちゃ。でもあれだけ YouTube も Twitter もまるに更新されてる方って、うん、継続できる方だったもん。いや継続はできるよ、やるって決めたらやるけどさ、はい、けど面倒くさいことはもうやらないことは絶対やらない、はい、なるほどなるほど。だからとりあえずまずやってみようかなって感じやけど、はい、それで面白かったら続けるみたいな感じ、はい、実際それこそ僕のオンラインサロンで講演会をしていただいて、うん、あ全然全然オンラインサロンってこういう感じなんだ。あ見たい、めちゃくちゃそれ、まあ、肌で感じてもらうのが早いかもしれないです。ここでやっていいですか。あ、いいよ。お大阪で、はい、大阪で全然いいよ。やりたいです。楽しみですね。いや、ぜひぜひちょっとお願いしたいです。メンバーも喜ぶと思うんで。他なんか気をつけることってありますか、サロン運営において。失敗したこと教えてほしいです。失敗したことは、うん、やっぱり商材売りに来るやつが来ますね。営業目的みたいな。そうです、うん、まあ投資の案件をこうメンバーにこう配って、まあ、溶けさせるっていうやつがいたんで、はい、今はその、まあ、ネットワークビジネスもそうですし、うん、投資ビジネスもそうですし、はい、今僕の許可なしに発展してもサロン内で金銭が発生するビジネスは、はい、ダメだよっていう規約をまあ設けたんですけど、はい、毎回そういう失敗はありました、はい、逆にこれはやっといた方がいいよってなって合宿でした。合宿、はい、やっぱりこう共に宿泊するっていうのは結構距離が縮まるかなと思いました、はい、共に頑張っていく人間をサロン内で見つけたいですね。大きくなればなるほど共に目指していく仲間は欲しいです、ね、うん、そうだよね。10ある中でどのぐらい工数咲いてます、はい、7、8ぐらい咲いてる気がする。あめちゃくちゃ咲いてますね、はい、本気で結構サロンを日本一にしたいっていう気持ちが強いんで、それは咲いてると。でも本業は誰かに任せて、まあ、任せることはないんですけど、うん、僕ができることってやっぱりブランド価値を高めることなんで、うん、それは僕が現場に行かなくても僕は僕でいない場所でブランディングを高めていったら、はい、それがクリニックにも連結するんで、はい、自分の体が動かす場所じゃないんで、うん、なんでその任せてるって感じよりは役割が違うかなって。なるほど、なるほどね。いやちょっと今日のね話を参考にして、はい、僕もちょっとオンラインサロンやってみようかな。いやいや、ぜひ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 、はい、追加の覗きに行かせて、はい、お願いします。はい、近々、はい、やろうと思いますので、ぜひ今日のやる方は、はい、参加していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、すみません、今日はありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。さよなら。